今月24日夜、日田市で住宅6軒が燃えた火事で、現場から見つかった遺体は連絡が取れなくなっていた住人の81歳の男性と分かりました。先週金曜日の夜、日田市石井で火災が発生し、4軒が全焼、他2軒の一部も燃えました。全焼した家から男性の遺体が見つかっていましたが、その後の調べで連絡が取れなくなっていた坂本秀弘さんと分かりました。警察と消防は引き続き火事の原因を調べています。